全国のアドベンチャーゲーム好きの皆さん、そしてお隣刑事ファンの皆さん、お待たせしました、銀南と申します。探偵木深良介事件探ボリューム7、お隣刑事の捜査メモ、小さな小さな面探偵というゲームを始めていきます。犬か、犬が出てくるのか。では始めから、最初から始めます。こんにちは、イクルミマサオです。さて、今回はお隣刑事から面白い話が聞けましたので、いつもとは違う趣向でお送りします。今回も物語中、前作同様に各所で視点を切り替えながらゲームを進めていきます。切り替わる先が誰かはプレイしてからのお楽しみです。ではシリーズ外伝、お隣刑事の捜査メモ、小さな名探偵、お楽しみください。序章、巡り合い、チワワ。それは仮面幻想事件より3ヶ月前のことでした。マリハマ台駅前派出所、派出所か、ポニーテールの美人。じゃあこの子はどうなるんですか。いや、そう言われても、そんなひどい、見捨てるんですか。この子は何も悪くないのに。う、それは、こんな小さな子が迷子になっているというのに。それをおまわりさんは、うぐぐ。わかりました、本官が責任持ってお引き受けしましょう。まあよかった、優しいおまわりさんで。私も用事が終わったら手伝いに来ます。それまでお願いしますね。はあ、参ったな。安請け合いしちゃったけど、箱長になんて言い訳しよう。君が迷子になるからいけないんだぞ。ちっさキャン。調べる。迷子の犬。真っ黒な子犬は怯えているのか、小刻みにプルプルと震えている。犬種は確かチワワとか言ったような。調べる。派出所、駅前の十字路にある何の変哲もない交番。勤め始めてもう1年にもなる僕の職場だ。調べる。あたり、向かいの駅ビルから人の波がまばらに行き交う。通り過ぎる人のほとんどが子犬を見るなり顔をほころばせている。まあ交番にチワワなんて不釣り合いだからな。調べる。机の上には箱帳が暇つぶしに折った折り鶴が並べられている。折り鶴、調べる。勤務帳、勤務帳は電話の脇のブックスタンドに立てかけられている。そういえば箱帳、もうそろそろ帰ってくる頃だな。調べる。迷子の犬。うん、首輪がついてる。どうやら飼い犬のようで、首輪の根元には銀のプレートがぶら下がっている。茶、茶ピー、チャッピー。これが君の名前かい。キャン
考える。さっきの人の話だと駅前をうろうろしていたって言ってたけど、まさか捨て犬なんかじゃないよな。まあこんなに可愛ければそんなことないか。くーん、首をかしげている。もうちょっと大きくてもよかったと思うけどね、えね。調べる。あ、調べなくていいや。話すだ、話す。それにしても箱長遅いな。どこで油売ってんだろう。あ、来た。なんでこんなやつれてる感じの人出てきた。私が一体何だって。あ、安藤巡査長、お帰りなさい。な、なんだねその犬は。実は迷子みたいで先ほど届けられたんですが、書にチャッピーっていう名前のチワワの捜索願い出てませんか。知らんな。それより今日は本庁からの視察があるんだ。そんな犬に構っとる暇なんてありゃせんよ。どっかにつないでおけばいいだろう。そんなのかわいそうすぎますよ。まったく今はそれどころじゃない。どうしてチミはいつもしょうもないことばっかり持ってくるんだね。寄ってった寄ってった。くーん、ほらチャッピーも訴えてるじゃないですか。まあ飼い主が現れるまで仕方な。うん、ああ、こいつしょんべんを引っ掛けやがった。まずい。ちょっと飼い主探しに行ってきます。あ、こら待て。操作説明以降、コマンドの中にチワワへ、お隣へが追加されます。チワワとお隣刑事の視点を変えていろいろとお試しください。チワワに切り替わんのか。駅前広場。はあはあ、まったく、おかげで大変なことになっちゃったじゃないか。もうくん、はあ、能天気だな君は。さっきの人の話だとここら辺だな。小型犬の足ならそんなに遠くまで来られるはずないからすぐ見つかるだろう。さあ君の飼い主を探そうか。調べる。街並み。万里浜台駅は地理的にいくつもの電車が分岐し、新幹線すら停車する巨大な駅だ。ゆったりした外観の駅ビルからはまばらではあるが絶え間のない人波が満ち引きしている。調べる。動物病院。駅前の角にあるコンクリート打ちっぱなしの大きな建物だ。聞き込みをしてみるか。見たことないですね。最近人気のある犬種だからうちに来たことあればわかるはずなのですが、保健所の方には問い合わせてみました。捜索願いが出てるかもしれませんよ。そういえば肝心なことを忘れてた。調べる。万里浜台駅。これだけ人がいれば誰か知ってるかもしれない。聞き込みしてみよう。見てませんね。登場する際は
ペット用の切符が必要なので電車に乗ったのならわかるのですが、駅には来ていないのか。調べる。バス停。ちょうど休憩中のようで何台か止まってる。聞いてみよう。運転手の人に無線で確かめてもらったけど、どの車両もなし。バスは白か。バスは白。呼ぶ。通行人。よし、あの人に聞いてみよう。何か？おかっぱの女性。話す。その子の飼い主ですか？さあ、知りません。中本くんはどう？中本くん。見たことないな。ごめんなさい。早く見つかるといいですね。中本くん太ってたね。電話します。ああそうだ、保健所と署の方に届け出が出てないか確認取っとかなきゃ。プルルルル。両方ともなしか。仕方ない。地道な聞き込みを続けよう。でここでチワワに切り替えます。ちゃっこくなった画面が。でお隣が、おまわりさんの格好ちゃんとしてるよ。見回す。ファミレス。ん？キャンキャン。あ、チャッピー、どこに行くんだい？こら、引っ張らないでってば。この人見たことある。前回ね。あ、こら、ダメだってば。すいません、大丈夫ですか？あれ、この子。お隣に切り替えます。話す。ああ、その子の飼い主さんですか？それだったらグランドホテルに入っていくのを見ましたよ。え、本当ですか？ええ、バッグの後からぴょこんと頭が出てたからよく覚えてます。あ、いけない、お昼休み終わっちゃう。じゃあ失礼します。あ、いなくなっちゃった。遠くらの人。場所移動します。ホテル。マリハマグランドホテル。呼ぶ。ポーター。はい、何ですか？話す。チワワを探していらっしゃるお客様ですか？そういえば先ほどロビーが騒がしかったようですが、詳しいことはチーフが知っていると思いますので直接お尋ねください。場所移動。中に入ります。マリハマグランドホテル1階フロント。調べる。フロント。なんだ、くるみ剤のテーブルの奥では責任者と思われる男が鍵の管理をしている。くるみで合ってる？うん？多分あの人がマネージャーだな。呼んでみよう。呼ぶ。マネージャー。いかがなされましたか？目がない。話す。すいません、
実はこの子の飼い主を探しているのですが。キャン。あ、チワワですね。それならさっき、ちょっとスペアキー貸して。あれ、おかっぱの人。あれ、この人はどうなさいました？部屋の中からすごい悲鳴がしたのよ。悲鳴ですか？シューゴの部屋から突然悲鳴が聞こえて、開けようにも鍵がかかってんのよ。わかりました。903号室よ、早くして。シューゴに何かあったらあんたのせいよ。あ、はい、こちらがスペアキーです。女性はマネージャーの手から乱暴にスペアキーをひったくるとエレベーターに走っていった。そんなにスペアキーって簡単に渡していいの？申し訳ありません、念のためおまわりさんもお願いします。僕も場所移動します。しゃあねえから行くか。エレベーター1 2 3 4 5 6 7 8 9。マリハマグランドホテル9階廊下。おい、どうしたんだよ、返事してよ。どう？ダメだ、さっきからノックしてるけど全然。どいて、ドア開けるから。なんだ思いっきり刺されているね。ポニーテールの美人ここにいるし。誰よあんた。私、あれ、知らない人なの？キャン、キャンキャン。シューゴ、し死んでる。キャー。閉ざされた部屋の中、背中にナイフを突き立てられた男の死体。そしてその傍らに呆然と立ち尽くしている女性こそ、僕にチャッピーを託したあの人だったのです。一生密室の眠り姫。マリハマグランドホテル903号伊崎部屋。ずるってえと何か。あ、おばきゅうさん。部屋の中はジョーちゃんとやっこさんが一緒だったってわけか。はい、確かに部屋の中にいましたけど、私は何も。しらばっくれないでよ。あんたの他に誰がいるっていうの？集合返してよ。ああ、わかったわかった。とりあえず調書取りってから、すまねえが一通り自己紹介してくんねえか。はい。緑川京子と言います。大学1年生です。若い。伊崎くんとは高校の時の知り合いで、今日のお昼にここで会う約束をしてました。時間通りに部屋に入ってみたら、
突然後ろから殴られたみたいで、それから後のことは全然。ドアを叩く音で気がついたんですが、そしたら目の前で彼が、根室恵美と言います。修吾の恋人です。修吾や中本くんと同じマリハマドッグスクールに通っています。ドッグスクールか、ドッグスクール、はい、犬のしつけとか世話の仕方を勉強する専門学校です。ああなるほど、そうかい。で、手に生傷が絶えねえわけなんだな。いえ、この傷はシャングリラにいた時に知らないうち。シャングリラ？なんだって？シャングリラ？なんだそりゃ。おや、ご存知ない？この近くにある遊園地のことです。申し遅れました。私は当グランドホテルのマネージャー向井と申します。向井治。あー、遊園地ね。で、おめえさんは？俺は中本雄介、伊崎の友人です。今日は俺と伊崎と根室さんの3人でその遊園地に遊びに来てたんですよ。まあ伊崎は途中携帯で誰かに呼び出されてどこかに行っちゃいましたけど。どこかね。警部、検視が終わりました。お前誰？おお、あんがとよ。で、どんな感じだ？ヤオヨロズ。変わった名字だな。被害者の名は伊崎修吾、20歳。伊崎か。マリハマドッグスクールの2年生です。死因はナイフで刺されたショック死です。指紋は検出されませんでした。また後頭部にも強打された跡があり、体が濡れていることからおそらくゴミ箱に捨てられていた花瓶で殴られた後ナイフで刺されたものと思われます。死亡推定時刻はだいたい60分から90分前の12時前後です。なお部屋の鍵は被害者のズボンのポケットにありました。そのためこの部屋は完全な密室ということになりますね。被害者と緑川さんを除いてはですが、そんなちょっと待ってください。あ、なんだおめえさんは。お、ここ初対面？はい、自分は駅前派出所のお隣光一巡査であります。ああ、そういや現場に居合わせた警官がいたって話だな。それで、その巡査が一体何だって言うんだね。犯人が殺害現場に残ってることなんてあるのでしょうか。はあ、俺だからノンキャリアは嫌なんだ。今回のように女性が何かの勢いで殺人を犯してしまった場合、ショックで呆然として動けないでいるなんてよくあることだ。しかし、いくらなんでも部屋にいただけで犯人だなんて。
じゃあおめえは他にどんな可能性があると思う？外からテグスで部屋に入った時に実は抜け穴が。洗濯をします。外からテグスで、外から鍵をかけた後で糸を使って被害者のポケットに。昨日のテレビでも同じようなことやってましたよ。扉も窓もアリ一匹入れる隙間はないが、一体どこからテグスを通すつもりだ？あ、いや、そうじゃなくて、部屋に入った時に、そう、すでに殺害されていると見せかけて、実は部屋に入った時に。冗談じゃないわ。私たちの中に犯人がいるっていうの？まあこの中にいるでしょうね。あんたも見たはずよ。部屋に入った時には周吾の体にナイフが刺さってたの。それにあの時誰か周吾に近づいた人がいた？だそうだ。反論はあるかね？あ、いや、そうじゃなくて、実は抜け穴が。実はこの部屋には隠された抜け穴が。全部違うっぽいね、これ選択肢。私が知る限り当ホテルにそのようなものは。本気で言ってるのか？あ、いや、そうじゃなくて、もういい。君は事件を推理小説か何かと勘違いしているようだな。これは現実の捜査だ。君のような巡査ごときが出る幕じゃない。おとなしく自分の職務に専念したまえ。キャンキャーン。なんだこいつ。何やってんだチャッピー。バカ野郎、俺に近づけんじゃねえよ。おばっきゅうさん犬嫌い？もしかして。キャンキャーン。うわー、うわーって言ってる。年季の入った警部は散々チャッピーに追いかけ回された挙句、クローゼット棚の上に避難した。キャンキャーン、出てけこの野郎。マリハマグランドホテル1階フロント。これは追い出されたのか。はあ、少しはおとなしくしてくれよ。追い出されちゃったじゃないか。キャンキャン。あ、そういえばマネージャーに君の飼い主を聞くのをすっかり忘れてた。くるるるるる、くるるるるって。ごめんごめん。そんなに怒るなよ。あ、怒ってたの？くるるるるって。でもこんな大事件放り出していくなんて。って、キャンキャーン。うわ、わかったわかったってば。おとなしく君の飼い主を探せよ。キャン、キャンキャンキャン言う。呼ぶ。警官、警官がいるのか。お疲れ。上の具合はどうだった？話す。ん？
チワワなんか連れて何してんだ。まあいい、それよりお化け部たちに伝えてくれないか。鑑識から連絡があったんだ。どうも被害者の頭を打った花瓶の破片がいくつか足りないらしいんだ。まだ部屋の中にあるかもしれないから探しておいてくれってさ。俺はちょっと署に戻らなきゃいけないからよろしく頼むぜ。手がかり、足りない破片を手に入れた。手がかりね。手がかりもらった。移動します。エレベーター、マリハマグランドホテル9階廊下。場所移動。殺害現場。花瓶の破片が足りない。出てきた。いや、ヨルズか。ああ、わかったわかった。現場は我々に任せて、君は飼い主探しに専念してろ。邪魔だと。マリハマグランドホテル1階フロント。呼ぶ。フロント、ずっと電話してるけど。はい、ただいま。話す。伊崎様たちでしたら今朝の9時頃にお部屋をお出になりました。帰ったってこと？5分ほど後に根室様が伊崎様の忘れ物取りに戻られております。鍵をお貸ししたのでよく覚えています。手がかり、伊崎の忘れ物を手に入れた。え、違うんですか？そのチワワの飼い主さんですか？さあ、伺っておりません。